関西ウォーカー編集部の森です。今日発売の関西ウォーカー最新号はホタルドライブと、あと別冊付録に東京スカイツリーウォーカーがついてます。丸ごと1冊82ページあって、完全網羅してる、完全ガイドです。はい、では、今日は素敵なゲストに来ていただいているので、皆さんに、関西ウォーカーの気になるページを発表してもらいたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。高杉みなみです。私が気になったところはですね、田島のマホロバというお店が気になりましたね。はい、はい、マホロバは何屋さんですか？はい、お肉屋さん。お肉屋さん、そんな細いのに。いやもうそんなもんどんどん、はい、もうお肉大好きなんですよ。だから皆さんもぜひ行ってみてください。はい、お肉いっぱい食べましょう。ホタルなんでね。はい、ホタルなんでね、ここ紹介してください。秩父です。ホタルが2万匹飛ぶところ。秩父でも食べれる、はい、お肉も食べれますので。最高ですね。はい、ありがとうございます。じゃあ次、はい、お願いします。梅原玲子です。私が行きたいと思ったところは東京のスカイツリータウンの隅田水族館です。はい、はい、センスがいいですね、選んでるとこ。どこが気になりましたか？このペンギンがこんなに近くで見れるっていうところが、はい、いいですね。はい、ちなみになんか小笠原諸島の海を再現してるらしいので、はい、綺麗だそうなので、はい、ぜひ行ってください。はい、はい、ありがとうございます。はい、ゆずこ猫です。私は、別冊付録に載ってるこちら、回転寿司鳥しとりしとり回転寿司トリトン、トリトンさんです。はい、なぜ気になりましたか？私生魚が食べれないんですけど、ここのお寿司美味しそうな写真が載ってたんで、ここやったら食べれるかなと思って選んでみました。ずこ猫さんもおすすめということで、はい、はい、かなり熱い内容になってますので、ぜひ書店でお買い求めください。ありがとうございます。ありがとうございます。